はい、どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、デュエリストレベルマックス達成。早くないですか俺。俺結構早いと思うんですけど、俺12月の8日から始まったデュエリストカップ、今9日の朝なんですけども、もうデュエリストレベルマックスになってるの結構すごくない？これね、デッキが、一重にデッキがめっちゃ楽しかったからなんですけども、勝率はね、大体ね、7割から8割って感じかな。勝ったり負けたりなんだけど、この辺はね、もうなんか高校をめっちゃ取らされて大パンチなんだけど、なんとかなったんですけども、これ何のデッキを使ったかっていうと、これよ、楽園捕食 D。 はい、楽しいね。新パックで登場したこのアンブロメレデスさんがね、マジ強いから、バチクスと強いんですよこれ。こいつを使って、今回は、楽園融合 と、捕食植物と、フュージョンデスティニーを組み合わせた楽園捕食 D っていうデッキを使っていました、ずっと。はい、ずっとほぼで、これどういうねギミックかっていうとね、こいつがまあ強くて、これレベル5の捕食植物モンスターで、捕食植物モンスターかける2で作れるんですけども、レベル5なんで、まずそもそもインスタントフュージョンっていうカップ麺からね、爆誕させることができると。で、アンブロメリデスさんの効果が、これ1になるんですけども、1と2両方とも、マジで強くて、1番目、融合召喚に成功したらデッキ墓地エクストラデッキの表側のカードの中から捕食植物モンスターか、プレデター魔法トラップカードを手札に加えるということで、プレデターカードを持ってこれますと、まず出したらね、融合召喚で。で、2番目、相手のフィールドの捕食カウンターが置かれたモンスターか、自分のフィールドのモンスターをリリースするとデッキから捕食植物モンスターを特殊ができると。これアンブロメリデスって捕食植物なんで、捕食植物モンスターの効果で捕食植物出せるって、やばいんですよ。はい、語彙力。ダイニングコムラっていうのは捕食植物モンスターの効果で特殊が成功するとデッキから融合魔法カードまたはフュージョン魔法カードを手札に加えることができるんだよね。これがねバカ強くて、楽園融合とか、フュージョンデスティニーとか、超融合とか、これ全部持っておれるんで、さすがに強いですね。これを、しかも、アンブロメルデスを経由しながら やっていくと、捕食植物もサーチできるからさ、もう手数が稼げるんですわ。普通の楽園デスピアとかと違ってね、結構簡単にね、手数が稼げる、捕食植物は。なんでかっていうと、まず一発目楽園融合とか、アンブロメルデスの効果によってね、持ってくるじゃないですか、楽園融合を。で、楽園融合を打った結果として、アルビオンとかルベリオンが出てくるんだけど、ここでステイスロロマリンっていうね、こいつのこのモンスターを墓地を送りながら、墓地にこの、ビブリスプっていうモンスター叩き落として、でビブリスプがね、植物持ってこれんだよね、これ。墓地に送られるとどっからでもいいんだけど、デッキでも手札でもどっからでもいいんだけど、フィールドでも、このモンスターを墓地に落とすことによって、なんかその例えばサンデューキンジであるとか、それから、ブフォリキュラーであるとかっていう、このモンスターを持ってくると。で、ブフォリキュラー と、トリアンティスが一応新規なんで、ちょっと説明しますけども、ブフォリキュラーはペンデレム効果で融合していくというモンスターですね。はい、このカエルはね、このカエルね、見た目に反してね、めっちゃ強いんだよね。で、これ、ペンデレム効果って結局魔法カードの効果なので、ガーディアンキマイラーとかも出せるんですね、これ。だから、捕食植物に限らず何でも出せると。でさらにトリアンティスはペンデラムスケールに貼ってあると、ペンデラムスケールのモンスターもなんか融合スターにフィールドのモンスターとして扱えるという効果がありまして、だからトリアンティスとブフォリキュラでアンブロメルデス出したりすることもできるし、ここに対でスターベノムみたいなこともできますね。あとはペンデラムモンスターなんでね、覇王剣竜スターベノムみたいなモンスターも出せますし、これ本当何でもできるんですよ。ちょっと今回はエクストラの都合があってね、入ってないんですけども、そういうモンスターが出せるということで、はい。で個人的にですね、動かし方はね、動画見ていただければいいんですけども、一番その強かったなっていう、このデッキの中で一番強かったなと思ったのは、デュエルスカップ中に、これコズミックサイクロン。これね、ルーン結構多かったり、あと永続トラップで強いのが多かったんですよ。エルドリッチとか、ルーンとかの永続トラップとかフィールド魔法がめっちゃ強くて、でしかも、特にルーンとかは、なんか破壊耐性持ってるんですよね、フィールド魔法に。速攻魔法で、これまた動画でやりますけど、速攻魔法で、出てくるモンスターが、なんかその、破壊肩代わりするみたいなね、復活の福音みたいな感じ、イメージ的には。あんな感じで、なんかフィールド魔法守ってくるから、除外しちゃうのが一番強いんですよね。
なんでこれ後落ちできるソック魔法の除外のコズミックサイクロンっていうカードがめちゃくちゃ強かったから、これはね入れた方がいい、うん、と思いました。はい、まあ、あとはなんか誘発を適当に強そうな誘発を適当にぶち込んで、墓穴抹殺で相手の誘発を弾いて、まあ、自分のね楽園融合ムーブを、まあ、通していけばいいという感じなんで、まあそんなに難しくはないかな、うん、デッキとしては、デッキの回し方としては、まあ、ちょっと今回リプレイも含んでますけども、動画見ていただければ回し方わかると思うんで、ぜひね皆さんも使ってみてください。はい、ユーリ君が喜ぶと思います。はい、デュエルスタンバイ。このデッキ楽しいな、慣れてきたわ、だんだん慣れてきた。マジで最初ゴミみたいな、生放送でゴミみたいなプリンゴミして視聴者から引かれるっていう、事件が起きてましたけども、とりあえずちょっと裏場で、それは裏場で、誘発もまあそこそこ入ってますね、まあ、多いわけじゃないけどそんなには。はい、はかなはいはい、まあ、ここまでは様式日ね。まあただ出てくる、これあれですわ、バックーヤをエフェクティングベーラーすれば、まあ多分大丈夫。はい、さすがにはから2枚とかいうはから摩擦みたいな動きされたらやばいけど、でバックーヤ効果、見せる、これエフェクティングベーラーでしょ、よし、初動引いてないからこれやばいけどね、これこれあれ、これこんだけ頑張るけど俺初動引いてないけど、これやっべ、ちょっとブフォリキュラさんとねダーリンゴムラだけでは何もできないっていう話がありまして、ふん、ああるな、これはあえて耐えてる。で相手止まってくれたんで、まあ、とりあえずブフォリキュラをペンデュラムスケールにセッティング、これはペンデュラム効果で融合ができます。はい、これ新規ですね、ブフォリキュラ。さあ、ブフォリキュラ効果を発動で、ダーリングコブラとビブリスプを融合スターにして融合召喚、あらあらろ、プレデタープランツアンブロメリデュス効果発動チェン1、アンブロメリデュスは、融合召喚に成功した場合に、プレデタープランツを持ってこられるっていう効果 と、ビブリスプの効果が、これ待って、さすがにこっちだ、さすがにこっちで、アンブロメリデュス効果とビブリスプ効果、これは、アンブロメリデュスの方がどっちもいいけどな、これどっちもいいけど、まあ、一応ね裏ラケアでこれでね、好きなプレデタープランツカードを2枚持ってこれるんじゃない、まあ、カードっていうか、まあ、プレデタープランツとプレデタープランツカードなんですけど、はい、これ強いでしょさすがに。でアンブロメリデスの効果を発動する、まあ、フィールドの自分のモンスターかまたは捕食カウンターが置かれた相手のモンスターでもリリースできるけど、リリースするとデッキから捕食植物を出してこれて、でなんとダーリンコブラが捕食植物の効果によって物召喚したので融合フィッカーフュージョンを持ってこれるという効果。はい、どう、楽園融合サーチよ、これが強いだろ、これが捕食植物のパワーよ。融合系のカードはね何でも持ってこれる。でアルビアンを特殊マシンも、でステイセラロマリンを融合サインしてアルビオンでも出していく。でアルビオンの融合召喚成功時効果をチェーン1で、チェーン2でステイセラロマリンの効果を発動する。でそうするとステイセラロマリンの効果でなんか植物毒墓地送れんだよ。で一応アンブロメディスあるから、まあここはまあ正直なんでもいいんだけど、ドロソフィルミヒドラかなんかでしたけど、ここアンブロメディス経由してなくても楽融合からアンブロメディスを落として、でアンブロメディスものとも除外してね、こうやってでルベリオン出して、これ無駄ないんですよねこの動きで、ルベリオン融合召喚で効果発動、これは一応捕食計画かな。はい、でメラジェードですね。で今さっき除外したさ、ここのさ2体をさ除外できるんだよ、あ除外戻せるんだよ、これ無駄ないでしょ、これ非常に無駄がない、この動き。さあいけ、ミラシード、これも実質プレデタープランツモンスターだから。でプレデタープランニングの効果によって相手のカードを破壊し、まあこれ破壊する必要ないかもしれないけど、まあ、一応ねミラジェードの効果取っとけるんだよ、これ最悪最悪。はい、こうしてでプレデタープランツサンデュー金次郎の効果によってフィールドのモンスターで融合、これでね、でここと融合モンスタープラス闇属性でドラゴスタペリア、だから私はドラゴスタペリア、はい強い、
これが楽園捕食のパワーですわ。ワンキルとか余裕だから。このデッキで突破してーなー、デュエルストカップ。デュエルストカップこのデッキで突破したいなと僕は個人的には思っていますが、皆さんは何デッキで突破しますか？私はこの最強楽園捕食デッキ。うわ、キモいの来たキモいの来たー、出たー。まあ、コズミックサイクロン結構強いんですよ。これエルドリッチですね。これ完全に僕はルーンメタルで出てるんですけど、エルドリッチにもは言うて強い。まあ結構スキドレとかね、群雄割拠とか、なんか午前試合みたいな、そういう永続トラップとか、除去できるんで、これ、乗ってください、何エルドリッチ被ったか相手。とりあえず、楽園融合打つけど、なんかある？さあ、楽園融合打っていく。楽園融合打っていく。何もなし。なるほど。まあさすがにアルビオンですね。これ。まあでもロマリン来てるのか。まあでもしょうがねえな。ロマリンはピクだから行くしかねえか。これが一番ね、やっぱ、モンスター横に並んで強いんですよ。ワンキルがしやすい。非常に。なので、ちょっと一回ステーセルロマリンからのアルビオン。ロマリン入ってるとね、捕食植物はやっぱ、さすがに強いですね。横並びしやすくなるんで、こいつのおかげで。で、しかも捕食植物と相性がいいですからね。植物が捕食。で、群雄割拠とかいうカード開かれたんで、これやばいんですよ。これなんか種族一種類しろって言われてるとちょっと無理なので楽園デッキはなんか一種類の種族とか無理なので、まあこれちょっと群雄割拠として除外させてもろて、はい、フュージョンディスケの引いてるのこれ強すぎかで、これはアンブロメルデスですね、落とすのは。そうすると、アルビオンの効果で今墓地の送ったアンブロメルデスを除外して融合できるんで、アルバスの楽園とアンブロメルデスを除外。これ無駄ないよな。ではルベリオン、はい、でルベリオンの効果を発動していく。で特殊召喚に成功するとビブリスクを墓地に送りながら除外ゾーンからデッキに戻して融合できると。これ無駄ないでしょ、はい、でアルバスとアンブロメルデスをデッキに戻しながらミラジェイダー出して、はい、飛剣竜ミラジェイド出していく。 OK でビブリスク効果よ、はい、でビビルスプの効果を発動して、デッキから捕食植物を持ってこれると。モンスターね、何でも。さすがに強いといったところで、これで金次郎まだ召喚権僕使ってないって知ってました召喚権使ってないって知ってました、まあ、ちなみに一応ビブリスプ、サンデウ金次とあのブフォリキュラだったらサンデウ金次の方が召喚権使ってなかった場合は強いですね。これなんでかっていうと自分が素材になれるんで、ブフォリキュラはちょっと自分が素材になれないんでね、はい、融合効果は内蔵しますけど、これですね。でこことここルベリオンはこのターン殴れないんですが、まあ、融合素材に全部殴れるということで、これ出してで絶望、絶望のフュージョンデスティニーこのこの手がガンガブレスだな。でフュージョンデスティニーぶち込んでコズミックサイクロンが強かったですね、これね、はい。皆さん、コズサイは入れましょう。このデュエルはですね、めちゃくちゃ激闘だったんですが、デュエル時間がめちゃくちゃ長かったので、リプレイで、私が後で、トイを入れていくスタイルにしちゃいます。はい。相手はルーンですね。はい、新パックで登場したこの、ルーンデッキ。サンクセからの、命削り、ぶち込まれて、かなり犯罪ムーブをされております。でステイセラロマリンが飛びました、厳しいでたぶらかしもね発動されて、速攻魔法発動すると毎回毎回デッキのトップを除外されると。でフギンちゃん出てくる、はい、でフギンちゃんは、破壊する効果を肩代わりできるんですよね。これでここで泉の効果にこれ、これでコズミックサイクロン、これこのために入れました。マジでこれ、このデッキを処理するために入れました、コズミックサイクロン。これはフギンがね、カード破壊される場合こいつ身代わりにできるっていう効果あるんですよ。だから破壊系じゃダメなんですよね、ハーピーの羽根ぼきとか。なので、コズミックサイクロンをぶち込みまして、これで、泉を背負っていきます。はい、この動きね、これ大事。はい、で泉のドローが入んないんで、これでね、はい、で速攻魔法使ったからめっちゃ除外される。で除外されてるのはこの感じで、俺は楽園融合を打つと。
でもあとは、あの伏せカードがなんか やばいカードじゃないかと祈って融合召喚をしていくしかないと。でルベリオンを特殊召喚していく。でルベリオン効果チェーン1で、チェーン2ビブリスプの効果で、ビブリスプが、墓地を加えるとプレデタープラントサーチっていう効果と、ルベリオンで融合ね、はい、ここに、センサーは別、これだけだったらまだいいんですよ別に。これお互いのプレイヤーはね、自身のフィールド上に同じ種族のモンスターが2体以上存在してはならないと。1体だったらいいですよみたいな。これデスピアあんま刺さんないんですよね、センサー判別自体は。これセンサー判別自体は刺さんないんですけども、ここですね、はい、地獄地獄来た。これ今何が起こってるかっていうと、群雄割拠によってお互いのフィールド上に1種類の種族のモンスターしか存在しちゃいけないよっていうことが書いてあって、さらに同じ種族のモンスターは1体しかいない、入れないよと。まあ、要するにですね、モンスター1体しか出しちゃダメって言われてるんですよね。はい、ということで、ルベリオンの、融合効果が完全にストップしまして、こうなってしまいましたきつすぎワロタきつすぎワロタ。あとはもうね、相手のね、泉とかをね止めていくしかないんですよね。ああ泉止めていくしかない、マジで。泉があると、泉の効果だ。これ一応泉っていう効果がね、除外されてるんだけどさ、これね、これルーン速攻魔法を発動すると、墓地の速攻魔法を3枚できる、戻しながら3枚ドローするっていう効果があって、これ貼った状態で速攻魔法を打たれると世界終わるんですね、簡単に言うと。はい、相手だけめっちゃドローされて、こっちだけなんかアドバンテージの差えぐくなるから、でこれ発動されてる状態だともう無理なんですよ。だからもうこれをなんとか発動させないようにして一生ぶん殴り続けるっていう、はい、これしかない相手のリソースが切れるまで僕は君が泣くまで殴るのをやめないっていう状態に今なってます。はい、で相手は、カードをセットしてきてエンドしかしてこないとかいうスーパーインキャムーブで、こちらとしてもですね、ぶっちゃけこの2枚があると本当にこれしかできないですねスーパールベリオンビート、はい、これスーパーこれからスーパー伝説のスーパールベリオンビートね、はい、で黄金の雫のルーン発動されたんで1回増殖するうちに投げますと。でこれエクサルキか読書がされるっていうことなんで、でこれで2つフギン出てくるんですよ。でフギン出てきて泉サーチされると多分終わるんで、でここでフギン特殊召喚しましたで、ね、うららで、これこのトップララマジ神、これトップララマジ神だった。でフギンの効果をうららで止めると、こうするとフィールド魔法のその泉がサーチできないんで、一応泉がまだ大丈夫、はい、でこれで耐えてくギリ、はい、でただ除外はされるね、はい、サンデーキュンジが除外された。もうすでに、8枚除外されてます。でベストベイラーも来たと。であとは、相手のルーンの穂先かルーンの泉の素引きがされないことを祈って、一生スーパーレベリオンビート。これちなみに僕のデッキもコズミックサイクロンがですね、2枚入ってますんで、このデッキ一応なんで、コズミックサイクロンが引ければなんとかなります多分。あと1枚残ってますデッキの中で、どうでもいい楽園融合打てないこのね、このセンサー群雄割拠がもう無理すぎて、もうこれしかできないんですよこっちは。もうなんか今ドラゴン族1体しかいっちゃダメって言われてるんで、でこれはまあ手札誘発か何かなと読みました。うららも来た。でこれ一応これで穂先はケアできる、穂先とあとフギンはケアできる、ただすべきは無理だから、泉絶対引くなって思いながらデュエルします今これ。で破壊のルーンの効果でエクサデッキからフギン出てくる。でフギン効果で手札捨てながらもう一回泉サーチしてくると、もう相手はとにかく泉をサーチしたいんですよ。泉をサーチしたいんで、もうこっちは意地でも泉をサーチさせないっていう、このやりとりね、これめちゃくちゃ熱かったねこのデュエル長かったんだけどね。ちなみに16ターンかかりますから決着つくまで。でこっちは向こうはフギンの効果通んなくて動けないから、もう一生こっちはもうスーパーレベルビートよ。でコズミックサイクロンを引くまで待つ、これコズミックサイクロンを引くまで待つ俺は。さあコズミック早く俺の手元に来いと。デュエレストのデュエルは全て必然と。ドローさえもデュエレストが想像するシャイニングドローと来たコズさえ来た。でコズさえ打っていく。で群雄割拠抜けばセンサーだけだったらね動けるんですよ、楽園は。なんでここでブフォリキュラを発動して、ブフォリキュラ効果フィールドのモンスターと手札のモンスターで融合召喚して
ガーディアンキメラ、これ魔法カードの効果で融合している扱いになるんで、ガーディアンキメラの効果は問題なく発動できる。そして、ビブリスプの効果も発動。ビブリスプは、プレータープラントを持ってくる。で、いてつく呪いのルーン打たれたんで、無効効果なんですよ、これ。これ今チェーンウサイですけど、いてつく呪いのルーンは、このエフェクトベーラーとか無限包容みたいな感じで、このモンスターのガーディアンキメラの効果を無効にしてくるという効果があったので、これで捨てていた楽園追放の効果によって、ガーディアンキメラをどかせば、実質無効が無効になって有効になるんで、これガーディアンキマイラーをどかしに行こうとします、自分は。で、相手は、まどろみのルーンを使ってクソラデヒッケからモンスター出してこようとするんだけども、楽に追放は相手のモンスターも融合したりできると、はい、いうことで、ガーディアンキマイラーと相手のゲーリを融合召喚して超融合ね、はい、ベストプレイヤー出すと。そうするとガーディアンキマイラーの方が有効と。うおらこれどう、このデュエル、このデュエルね、くっそ疲れた。あ